立教大学立教大学大学院法学研究科法学部立教大学法学部は立教大学が設置する法学部。立教大学大学院法学研究科は法学及び政治学を教育、研究する立教大学の大学院法学研究科。以下、立教大学大学院法務研究科についても記載する。初代立教大学法学部長の宮沢俊義、立教大学法学部は法学科、国際ビジネス法学科、政治学科の3学科からなる。1922年に大学令により大学へと昇格したものの、法学部は設置されず、文学部と商学部のみの設置にとどまった。1959年、極東国際軍事裁判で日本側の弁護人を務めたことでも知られる、当時の総長であった松下生寿、日本国憲法制定に寄与した憲法学者の宮沢俊義らの尽力のもと、立教大学に法学部が設置された。法学部設置の目的は、平和と秩序の英知を備えた卒業生を育成することにあった。初代法学部長は宮沢俊義が務めた。当初は法学科のみで、1988年に新たに国際比較法学科が設置された。そして、1996年の政治学科の設置、2007年の国際比較法学科から国際ビジネス法学科への名称変更を経て、現在に至る。また、法科大学院の制度に伴い、2004年に法務研究科が設置されたが、2018年には6年連続の定員割れのため募集を停止した。2020年度より法学科に法曹コースを設け、早期卒業により法科大学院への進学が可能になる。その際の進学先として、早稲田大学、慶應義塾大学、中央大学、東北大学の法科大学院との連携が発表された。連携校の法科大学院を受験する場合は、特別枠での受験が可能になる。立教大学では春学期及び秋学期の2期生を取っており、定期考査は年2回実施される。卒業要件単位数は124。立教大学法学部では、専門科目に必修科目を設けておらず、必修科目は英語及び第2外国語のみとなる。立教大学法学部では、1960年5月より、法学周辺という冊子を、年2回定期的に発行している。法学周辺では、教員のエッセイ、新任教員の紹介、教員からのアドバイス、過去問等が載っており自由に閲覧可能である。ありがとうございます。